フィリピン人ですね、ご希望の方からのご相談で、デートしたいんだけれども、まあ、フィリピン女性ですね、この方は男性なんですけども、フィリピン女性とデートしたいのでマニラで人気のお店知りたいですと、まあ、マニラで美味しいお店、あとはまあセブで美味しいお店も知りたいということも知ってますね。この2カ所行かれるということで、僕もあのセブとマニラに、コディアルライフっていうか、あの行ったり来たりしてるんですけども、まあ、マニラで美味しいお店、まあ何を食べたいかによるんですけども、まあ、和食だったらリトル東京にやっぱり美味しいお店はあるかなと思います。あとは、まあ韓国料理もね、あのフィリピンは流行ってますけれども、食べ放題ではない美味しい韓国料理だとあのダンパっていうところ の、 あの要はシーフードで有名なマニラのダンパの、向かいにあるですねコリアンレストラン、あそこはすごく美味しいです。なのでおすすめですね。結構、サービスもいいですし味もいいです。でセブンの場合だったら焼肉だと、まあ、カンヨン園とかですね、サウスピークホテルの